今日メイクさんに塗ってもらったの、前髪打ち上げてもらった。やりたくて、今日はそういうなんか大人数のコンサートだし、目立つかなって思って、見つけやすかったでよかった。舞台と全然違う髪型です。短じゃないんで、短って言わないでください。ね、この髪型珍しい。そう、おしゃれ、かっこいい感じにしてくださいって言った。なんかね、やっぱ大人数いるとさ、なんかちょっとこういう髪型でなんか他と違う髪型にしたくなる。めっちゃ似合ってる。だって嬉しい。ネイルかわいい、ネイル。そう、しかもなんか元カレですが、今回のイベントの1曲目だったから、元カレですの衣装ってさ、めっちゃさ黒でさ、かっこいいわけ。私はその衣装に合わせてちょっとかっこいい系で行ってみた。そう、粗品と同じ分け目やな。だって、嘘、粗品さんと同じ分け目なの。じゃあ、あの番組出たい。歌番組もそれで出てほしいね。出たいよ。だから今日はなんかコンサートっていうか、なんかちょっとイベントチックだから、ちょっと試してみたの、この髪型で。お試しでもね、めっちゃ好評だった。あ、なんかね、ヘアメイクさんにもね、なんか、え、この髪型めっちゃいいって、誰このイケメンって思ったら、野田入りだったって、この髪型そうまたしてよってヘアメイクさんがね言ってた。はーいって、はーいって、わかりましたってそう言いました。過去一に合ってるだって、本当そんなに？本当ですか？でも自分じゃできないんでね、こんな立ち上げみたいなやつ、ヘアメイクさんがやってくれないと。頼もう、今度。でも今日もカラコン入れてるんですよ、一応。でもめっちゃ自然、指原さんのトパーズっていうカラコンのデートトパーズ、なんだっけ、デートなんだっけ、デートなんだっけ、一番人気のやつ、なんかなんとかなんとかってやつ、うん、やった。そう、今日めっちゃ自然なやつ、いつも最近青とかグレーとかやってたけど、今日は自然なやつにしてみた。デートトパーズ、うん、デートトパーズしてみた今日は。なんかね、私いつも普通のコンタクトいつもしてんだけど、度がねちょっと弱くて、カラコンはあの病院でもらうコンタクトよりも度数上げてるからめっちゃ見やすかったよ。うちわとかめっちゃ見えたもん。そうだから、カラコンの方がめっちゃ見えるから嬉しい。お、何？ん？何これ？なんか来た、うさぎちゃんになっちゃった。小田さんの眉毛本当に綺麗。本当？でも今日はめっちゃね、もうおでこ出すって決めてたからね、めっちゃね整えた今日。めっちゃ整えた自分で、じょーって。お、何これ？そう、すごい、ありがとうございます。いっぱい、めっ
ちゃ整えました。うん、眉毛ね、眉毛ほんと綺麗だって嬉しい。整えた甲斐がありました。うん、そうでね、なんかね、番組のみたいな企画でね、特技を披露みたいな15秒の、私はね、生麦、生米、生卵ね、よくやってるやつ披露した。めっちゃね、好評だった。なんか一番面白かったってめっちゃ言われたんだけど、めっちゃ嬉しかった。なんかさ、でもみんなさ、可愛い感じだったからさ、みんな可愛い特技だったから、私謎に大鳥だったんですよ。最後、お、えい、そうでね、その謎に大鳥でね、そう、そのなんかこのネタが大鳥みたいな、マネージャーさんにもこれ大鳥みたいな感じ言われたんですけど、そう、でもなんかみんな可愛い感じだったから、ちょっと受けたいなって思って、そう、仁王立ちでね、生麦生米生卵生麦生米生卵ってね、あの真顔でやったらね、なんかみんなクスクス笑っててね、うん、そう、まあ受けてたのかなってちょっと思った、うん、客席もめっちゃ笑ってたよ。だって最後なのにすごくたくさん笑ってくれてよかった。なんかさ、みんな動きとかのさ、特技やってさ、見ててさ盛り上がるけどさ、私口だけだから、ここだけだからさ、絶対なんかしないと、なんか違うことやんないとって思って、仁王立ちにしてみた。うん、そう、なあ、イエイ、そう、大鳥だしね、本当にセンターになりたかったので頑張った。でもね、後にクロちゃんという刺客が現れて、なんだあのケツケツを女に向けんなってちょっと思いましたけども、うん、めっちゃおもろかったですね、やっぱり。めっちゃおもろかった。めっちゃ会場盛り上げてくださりました、本当に、クロちゃんさん。でもよかった、私本当にね、生麦生米生卵、噛んだ、今噛んだけど、生麦生米生卵って本当に特技なの。生麦生米生卵、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 本当に永遠に言えんの。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、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 なんかもう本当、息さえ続けばずっと言えんの。みんなできる、みんなもね、できると思う。私練習してないけどできるもん、これ。そう、普通の言葉は噛むのに、これは噛まない。早口言葉があんなに面白くなるのびっくりでした。え、本当に面白かった？大丈夫だったかな？生麦生米生卵、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 全然永遠に言えんの。え、どんな表情してたんだろう、見たい。で、見たすぎてね、自分の生麦生米生卵、Hulu さんってさ、なんか配信されてるってあったからさ、あ、見ようと思ったけど、なんか Hulu ストアみたいなところでなんか連れてかれた、有料なんかい、
出たんですけど、私さっき出たんですけど、有料何回、うん、お金払ってね、だってや出演者でも有料何回、うん、あの表情だったから受けたのはあるだって、そうよかった、やっぱりあの表情して真顔でって、仁王立ちで真顔でって、そうやっぱね、作戦通り。いくらなんだろうそれ、フルのやつね。さよなら毛利さん出たい、3980円、まあそんぐらいするよねやばい、800円ぐらいかと思った。見よう、もう本当にね今日なんか楽しかった。私ビンゴ、ビンゴっていう曲あるじゃん、 AKB の。あとランランランさ、本当結構思い出深い曲で、自分の中でなんかランランランとビンゴさ、めっちゃ泣いちゃいそうになるんですよ、コンサート会場でやると。なんかチーム8、あチーム8 8周年を迎えました、イエーイ、いつも応援してくださる皆さんありがとうございます。そうでね、そうチームエイトの全国ツアーは2014年の12月から始まったんですけど、結構初期の方に結構ビンゴとランランランやったことがあって、ランランランは群馬ツアー、ビンゴはどこだったかな、山梨ツアーでやったかな、すっごい覚えてんの。なんかビンゴビンゴビンゴあなたに巡り会えたってこうやってさやんじゃん。でその時にね、なんか客席にいるね私推しの人もね、こうやって一生懸命踊ってね、私のだけのこと見ながらこうやってやっててね、なんかあこれがアイドルかって思ったんですよ。私なんか自分推しの方が私しか見てなくて、こうやってなんか私はステージでこうやって踊って、で向こうもなんか楽しそうにやっててみたいな、そうなんかあこれがアイドルなんだって思って、すごいなんかねビンゴがすごい自分の中ですごい大切な曲になりました、その時に。そう、そうだからね、コンサート会場とかでビンゴやるとなんか本当にあの時を思い出して、あってアイドルなんだって思える曲なんです、自分の中で。そうだから今日もビンゴ、一番最後の曲がビンゴなんだったんだけど、なんかすごいエモかった、うん、そうあなたに巡り会えたとか、私ビンゴ本当に好きなんですよ。まずなんかインスタでなんか自分でミュージックビデオを作って歌ってみたいな、一回動画載せたことあるんですけど、それもビンゴにしたし、なんか新聞にチームエイトメンバーのなんか好きなシングル曲をなんかこうやって紙に持って一面を飾るみたいな、みんなそれぞれの好きな曲のこうやって紙持って一面飾った時あったんですけど、その時も私シングル曲で一番好きなのビンゴってそう書いたし、なんか歌詞がめっちゃ好きで、 AKB48 に入る前もビンゴめっちゃ好きで振りコピめっちゃしてて、そう歌詞も大好き。おタワー、なおなおさんがタワーを立ててくれました、イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。なおなおさんありがとう、イエーイ、ありがとうございます。だからそうビンゴを歌うと私はアイドルだって
思える。うん、あとランランランは群馬ツアーの時にランランランやった時にすごいね、楽しかったの、めっちゃランランランが。でなんか結構ツアーとかずっと楽しかったんだけどね、ずっと本当に楽しかったんだけど、そのランランランが一番楽しくて、今までで、えって今本当楽しいかもってランランラン踊りながらめっちゃ思って、その時群馬ツアーの時に。でそれからなんかランランラン一回もやってなかったけど、そのね記憶がすごくね脳裏に焼き付いてる。握手会のステージでもランランランやったわよ、だって。嘘。そうだからね、今日楽しかったなって思った、久しぶりに。なんかピアアリーナもね、去年自分の県でツアーやらせていただいて、なんか AKB 楽しいなって最近めっちゃ思う。でももっとみんなでね楽しみたいし、ファンの人にももっと楽しんでほしいし、もっと AKB のことね好きな人がたくさん増えてほしいし、もっとねみんなで一人一人がなんか個性伸ばして、もっとたくさんの世間の方に認知されたいし、認めてもらいたいし、業界っていうか、なんか AKB やっぱいいなってなんか本当思ってもらいたいし、そう、そのためにね頑張りたいしってめっちゃ思う今。そう、自分もね今年ちょっと25歳になるので、そう、今まではね8年間頑張ってきたけど、ここから先の8年間は多分普通に AKB じゃない年数の方が多分長いと思うから、そう、今自分が AKB48 にいるうちに、そう、 AKB48 チームメイトになんかね力になれるように、選抜にも選んでいただけたしね、なれなきゃなってめっちゃ思います。うん、そう、そう、なんかね最近でもすごい楽しいけど、やっぱ悔しいこともいっぱいあるので、そう、もっとでもなんかね、どうね頑張るとかなのかなって、頑張ったらいいのか、もっといろいろ考えた方がいいのかね、なんかよくわかんないけど、うん、ね、頑張ってはいるんですよね、みんな。ちょっとみんなも、私だけのことじゃなくてチームメイトメンバーとか AKB メンバーのことにもちょっと興味持ってほしい。箱推し、みんなね、なんか AKB ってさ、なんかメンバー同士で競わされることが多すぎてさ、なんかそれが AKB の良さかもしれないけど、なんか他のアイドルだったらそんな中で競うとかそんなないじゃないですか。48グループはそのメンバー同士で競わせて、ファンの人と一緒にメンバーが頑張ってみたいな。そうだけど他のグループってそれがないからね、なんか、うん、
こがね AKB の良さかもしれないけど、総選挙はもう嫌やだってね。でも本当私総選挙にランクインできたことが一生の誇り、みんなのおかげで。来週お話し会ですね。だってお嬉しい、楽しみね。ランクインコンサートとかさ、めっちゃエモいな。楽しかった、楽しかったっていうか、なんか自分の推し席とかあってさ、え、私のことをしてくれてる人こんないるんだって思った。そう、なんか応募数もね私多かったらしくて、その時えって、私だけの席に座りたいと思ってくれてる方、え、こんないるって、その時めっちゃ思った。うん、今持っている、本当ですか？新曲めっちゃハマってる。だって、え、嬉しい、元彼です、ハマってください。ちょっとタイトルは、あ、なんかちょっとねびっくりって感じだけど、音がかっこいい。家庭放課後官僚のとこの振りだ、好きだって。どんなだっけ、二人の家庭放課後官僚か、ここか。今日言ってました、おだいりちゃんデコだしかっこよすぎた。えうれー、デコだきし、やっぱわかんない、新鮮だからみんなそんな褒めてくれるのかな。そうだよね、エリちゃんの声めっちゃ聞こえるとこある。だってえねえ、でも私の声多分めっちゃこの曲分かりやすいと思う、私が歌ってるところ。めっちゃ分かりやすくて助かる。だってかっけえ髪だって、かっけえですか？あなたとどっちがかっこいいですか？うん、あと5分？マジ？早っ。じゃあスクショタイム拡散してください。8周年のおだいりな。今日の特技すごかったです。だって。嬉しい。めっちゃ褒めてくれるやん。イエイ。
イエーイ。生麦生米生卵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 生麦生初ライブ楽しませていただきました。生麦生米生卵素晴らしかったって本当あのただ言ってるだけですよ私は。うん、じゃああと3分ということでおランキング読みますね。いきます。13位かほさん、12位ごめん先生、11位ひのと、10位 KK3500、 9位翔太アットおだいりしかかたん、8位 TZY、 7位ひとくまさとる、6位みやちゃん、5位マッカーシーアットおだし、4位白じーアット ODA 神推し、3位まアットおだし、2位くるりん、そして1位はなおなお、ありがとうございます。配信見てくれてありがとうございます。では私は今日で8周年を迎えました。9年目なのかな。もうよろしくお願いします。イエーイ。では皆さんいい夢見てください。おやすみなさい。アデュー。